皆さん明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします新型コロナウイルスの感染拡大が止まりませんまあ現状かなり厳しい状況です早く手を打たなければなりませんで、その問題に入る前に一言第一波の教訓が夏の間にしっかり対応すべきしかしそれができていなかったということが今に響いているということは指摘をしなければなりません例えば特措法の改正私たちもその主張をしました しかし今頃になって議論されている専門家の助言機関と政府の関係も GoTo キャンペーンの際にも今回もぎくしゃくしました専門家の意見をなかなか政府は聞こうとしなかった政府と地域との間のぎくしゃく感も残っています十分な病床確保が言われながら医療逼迫に今苦しんでいますまあそういったことをもっと早く対応すべきだったということは指摘しておきたいと思いますその上で、 今のなすすすべきここととは地域限定の緊急事態宣言を速やかに出すことですしかし緊急事態宣言を出しただけで、まあ、知事がさまざまな具体策を講じるわけですが、まあ、実効性が確保できないということを聞かない、まあ、そういう事業者の方がこれから増えてくると思います苦しいですから、まあ、したがってもちろん一定の保障はするという前提で特措を改正して強制力を持たせる。 まあそういうことについて早く議論すべきだとで国会18日召集ですが私はその前に召集してまずこの特措法の議論を済ませてそして18日からは本来の予定通り進めていくべきだというふうに考えています。支援策をしっかりと行うことも重要です最後にこれは終わりなき戦いではないということも強調しておきたいと思います。 ワクチンが春になれば少しずつ広がっていくこれをしっかりやることも大事ですまあ、おそらく半年くらいが大きな山だという,ふうに思いますその半年をどう乗り越えるかということで様々な支援策、補正の中にも予算の中にも盛り込まれていきますそういったことをしっかりやっていくまあ、力を合わせて乗り越えていくことが必要だと思います